ッターボックスにピンチヒッター上林誠二が告げられました。おととい一軍合流しました。思っていたよりも一軍に呼ばれたのは早かったというふうに、ういういしく話してくれました。2軍では打率3割を超えています。打席に立てばヒットを打ちたいし、塁に出れば盗塁をしたいと話していました上林です。さあ1軍初打席ということになりました。そして、バファローズはキャッチャー山崎克樹がマスクをかぶっています。さあどんなバッティングするか楽しみですね。はい、これからね、あのホークスを背負う若い選手ですからね。はい、仙台育英高校出身、2013年のドラフト4位。ここは変化球、2球ともボール球に手を出してしまいました。非常に優れた野球センスが魅力の若手の外野手です。はい、上林選手ですが、ファームでは結果を出していましたけれども、それを維持するということではなく、一軍にせっかく来てるんだからレベルをどんどん上げていきたいですと貪欲でしたね。はい、これは打たされました。一軍の初打席はファーストフライに倒れています。ここから上林のある意味プロ野球人生が始まるということですよね。そうですね。はい、最初の打席はファーストフライに倒れています。